ビル・シュネーはアメリカ合衆国の音楽プロデューサー、レコーディングエンジニア、アリゾナ州フェーニックス市出身、8歳からキーボードを習い始める。9歳でトランペットを学び、11歳の時にサックスに転校。13歳で家族と共にサンフランシスコ、16歳でロサンゼルスに移住。ロサンゼルスでの高校生活時代にキーボーディストとしてバンド活動に傾倒し始める。 この時、バンドのプロデューサーは、シュネーがミキシングしたバンドサウンドを聴いて、彼の才能を見出し、プロのレコーディング技術を学ぶように進めた。シュネーは、その後、カリフォルニア理工大学、ロヨラフォーカ大学在学中も作曲、演奏活動を続けていたが、次第に自分が本当にやりたいことは、レコーディングエンジニアであることを確信するようになった。1969年、 スミスの A グループコールドスミスでエンジニアとしてデビュー。その後、ブラッドスウェットティアーズやリンゴスター等のプロデュースやエンジニアリングを手掛けていたが、シュネーの名が大きく知られるようになったのは1975年に発表されたテルマ・ヒューストンのアイブガットザミュージックインメである。その後、ミッシェル・ポルナレフ、トートーボズ・スキャックス、スティー・リー・ダン、ヒューイ・ルイス ザニュース、シカゴ、オリビア・ニュートン・ジョン、ホイットニー・ヒューストン、など、多数の大物アーティストの音楽作品にて、プロデューサー、エンジニアとして活躍している。日本では、オフコース、小田和正のレコーディングエンジニアとして知られている。ウィーアレから、アズ・クローズ・アズ・ポッシブルまでのオフコースのアルバム及び、小田の多くのアルバムの制作に関わっている。小田とは、 同じ1947年生まれで同い年という、こともあり、音楽の枠を超えて深い信仰がある。1981年、ノースハリウッドにシュネースタジオを設立。極めて優秀なレコーディング設備で知られており、ドン・ヘンリー、アニタ・ベーカー、アーロン・ネビル、シェール、ナタリー・コール、テディ・ペンダー・グラスなど、多数のアーティストのレコーディングに使われている。小田和正も初のソロアルバム。 KODA からマイホームタウンまではシュネースタジオをレコーディングの拠点としていた。グラミー賞は上記2度の受賞を含め10度ノミネートされている。このほか、60以上のゴールドディスク、35のプラチナディスクを送り出しており、制作に関わったシングル曲の内全米トップ20に入った曲は50曲に上る。ありがとうございます。